渋谷にいます。昔よく渋谷来てたんだけどね、最近はあの渋谷ってあんま来なかった。池袋結構行くんだけどね、まあ、その中で渋谷の今センター街が、センター街今近くにいますということで、スクランブル交差点ということで、なかなかすごいですね、やっぱり人多いですね。なんか最近若者が減ったっていうのは結構若者いますけどね、まあ、今の気温、今の気温あるし、結構見てると、でもまあ、いろんな年代層がいるんだろうっていうのね。渋谷多いですね。音楽もガンガンかかってて、今ちょうどいるのがセンター街入ってきてパブっていうね、ところがあるところでした。観光客も最近多いんだなって感じますけどね。結構外国人観光客も結構人気なのかな。渋谷はもちろんガイドブック載ってると思いますけど、ね、ということでセンター街今、隣の通りかセンター街前にいます。マルキューということで結構若い子いっぱいいますけど、すごいマルキューね、こんな感じです。でちょっと今から道玄坂登っていこうと思ってるんだけどね、久々です。渋谷自体が本当に久々でも何ヶ月ぶりかな、今年は初め、去年以来来てないのかな、1年以上来てない。